はい、ではそしたらスティックの種類とメーカーですね。よいしょ、ちょっと移動しちゃいます。はい、やっていきます。まずメーカーですね。結構今書いてありました、ヤマハ。そうですね、ヤマハ、タマ、合ってます。パール、まあね、そうだね。でね、次はね、ビッグファースになります。ビッグ、ビッグファース、うん。で、その後が、プロマーク、ロスカボス、ヌーセント、ロスカボス、ヌーセント、リガルジップ、うん、バッていっぱいありますけど、とりあえずこんな感じにしちゃいますね。で、種類です。まずせっかくなんで覚えてほしいのが、今使っているスティックは何の種類かちょっと見てみましょう。ね、この青いのはそうです、これオークって言います。オークっていう木の種類を使ってます。で、その他にどんなのがあるかっていうと、メイプル、またヒッコリですね。で、その他にはどんなのがあるかっていうと、ブラシ、うん、ジャズで使うやつですね、ブラシ、あとマレットで、ロッツか。はい、こんな種類があります。なので、また次回ちょっとやっていきましょう。